来たはい、はい、戻ってまいりました。はい、えっ、ー、と、見たい映画03、闇深ドキュメンタリー映画特集、オンラインエディション、えー、後半部分やってまいりたいと思います。はい、前半の最後、はい、ステイトレスに引き続き、続いても国籍絡みのお話です。はい、スライドドン。はい、タイトル、シャドーフラワーズということで、こちら、韓国の映画でございます。う<お>。はい、ちょっとね。 寂しそうな目でこちらをご覧になっているんですがうこれね,そうですねえっと、うん、ざっくり言いますね国籍絡み何かっていうとはいはい、はい、国籍プレゼントされちゃいます、うん、この人えっ <laughs> <laughs> えってなりますよねえ何って先ほどはねあのその人種差別的な背景がありつつ はい、その裁判所がいきなりお前のなんだ国籍なくしますよみたいなそういうことでしたけど、はい、たこっちは剥奪ですね。ポスターの英語を読んでもらうと分かるんですけどノースコリアン・マザー・トラップド・イン・ソースコリアということでなんとなく分かりましたかねえとちょっと説明しますとですね、えー、と主人公のキムさんはい、はい、女性のキムリ・うん、リュンヒさんはですね、まあ、北朝鮮の主婦なんですけれども。うん えーとまあ自分の意思とは別に韓国に行くことになって、韓国に入国した後にえーとに、強制的に韓国の国籍を渡されて、北朝鮮人じゃなくなってしまう。無理です。要するになんか中国人のブローカーに騙されたのかな、なんかそんなような感じで、出稼ぎに行ったらそこでやられたとと母国に帰ろうとすると。 まあ韓国側の視点なので、うんえー、敵国に行くことは無理だとされて、彼女を定住しなきゃいけないんですね、韓国に。えー、でこれが 7, 7年、<laughs> 足掛け7年のお話みたいで、まあこれね、あの要するに、物が豊かだけど家族のいない生活っていうことに何の意味があるのかっていうような、すごいね、寂しい内容に。 なっててまし彼女もねいろいろあの戻る手段を探しまして、まあ、いろいろ大使館とかにね、うん、行ったりするんですけども、まあ、要するに両国間の、まあ、政治的なゲームに利用されてしまっているみたいな感じです。うんうん、なんかねあの一回映画の予告編にも出てくるんですけどアイスホッ の親善試合で北朝鮮チームと韓国チームが試合する時があってあ試合が終わった後北朝鮮チームが帰るバスにガンダッシュで乗ろうとしたりとかそういうゴリ押し帰国もや,やろうとするんですけどまあダメだよって言われてどうすればいいのっていうようなねはい話でこれ結構すごいのがえっとキムさんの 家族も出てくるんですよ、うん、映画に。あそうなんだちゃんとその北朝鮮に残っているというかまあこの視点からだと残っているにはなるけど、はい、あのいるか,、はい、そうか向こうに帰ろうとしてるからかそうかそうかだからその人たちに取材もちゃんとしてるってことですけどなんだ主人公も監督も韓国の人なんで、うん、北朝鮮入れないんですよ。えずっとやってんのすごいのはですね <laughs> あのー <laughs> 撮影監督さんがですね、フィンランドの方で、はい、その人に、その人の頑張りで、単独、<ー>単独かな、<ー>入って、ちゃんと取材 2>,、はい、2回、ピョンヤンまで取材しに行ったって言ってますね。すごいね、うん。で、一応ご説明すると、この監督さんがですね、うん、えっと、うん、読み方が、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、 スジュンイさんかな、ちょっと読み方が。この方ですね、実は去年ですね、ねアカデミー賞にノミネートされている方で、はい昨年の短編ドキュメンタリー賞にノミネートされています。この時の映画のタイトルは、うん、インザイン a b アブセンスっていうタイトルで、えーと、セウォル号の沈没事件の、沈没事故の、うん、うん まあ、政府の初動対応の悪さだったりとか、当時の沿岸警備隊とのやり取りの電話記録とかを、もう洗いざらい調べて流すって、すこれもかなり面白かったんで、まあ、このシャドーフラワーズも結構期待かなと、個人的には思っております。はいはい、ああ、二重国籍状態じゃないってことですもんね、北朝鮮側もその韓国人としてみなしてるっていうところがすごい頑張っだろうっていう感じですよね。うん、っていう感じでございます。うん、おいでは次 続いてはコーディットバイアスシャリーニ・カンターヤさん監督ですね。これ女性ですね。ですか、これは。はい。これはですね、えっと、顔認証システム。こちらのですね、やめましょう。怖いぞ。感じ取りました。感じ取りました。感じ取りました。でですね、これ、あの、 顔認証のテクノロジーについて、まあ、ちょっと調べようってなったときに不公平なんじゃないかっていう部分、うん、ことが出てきましれ何かっていうとう顔認証ソフトっていうのが、はい、もう基本的に、うん、まあ白人男性を、うん、メインに作っているということでこれ黒人の、えー、女性研究者が、えー、顔認証を利用しようとしたらうまく認識されないと。 うん、白いお面つけたたら認識されたとこれって、うん、いわゆるその、うん、<laughs> 機械学習のプログラムの仕方自体に偏りがすでにできてるんじゃないかそれがまあこのタイトルのねコーデットバイアスはいあのコード化作業の段階で書き障害がある。 書かれているまあバイアス偏りですねでこれを調べていきましょうということなんですけれども、それに伴いまして、要するにですねあのまあこの顔認証ソフトっていうのがもう至るところに使われていて、もうおそらくですね Facebook なりに画像を上げた段階でもありとあらゆる部分に連動してしまうとはい,っていうところですね。その AI AI に市民権はあるのかっていうようなところをちょっとアプローチしていく作品のようです。でですね、まあこのインタビューの中でも、えっと監督がおっしゃっていたんですけれども、えっとですね、ある時にですね、えっと、どれだ、まあ要するに、れか、大手の IT 企業ですよね。 IBM を始めてですね、えーと、顔認識技術の研究とか展開、うんえー、こちらを販売しないと、うん、これは売ってはならないものだと言ったんですね。うん、で、それに加えて、アマゾンなんかは、えーとうん、警察への顔認証システムの提供を、うん、えと停止しますと。で、マイクロソフトも、うんえと、顔認証技術は警察に えと渡したり販売したりしませんって言ったんですね。うんうん、まあ監督はそれに対して、うん、まあとても、えっ、ー、と、ね、衝撃を受けたというか、うんうん、えっと、よくやったと思いつつも、うん、もう販売しませんって言ってるんですよ、皆さん。<laughs> っていうことは <laughs>、あの <laughs>、<あの笑>やだやだやだ、<laughs> やだやだやだ、<laughs> これ、時すでにお寿司状態ですよ <laughs>。 要す,るにもうすでにありとあらゆる顔認証の、えー、と技術というのは、まあ、国家権力等々に、えー、と渡されていたとういう証拠も出てくる可能性があるわけですよね、うん、この映画には。はい、で、まあ、渡した後に<わ>その後どうするかなんですよ、要するにその使用する権限を、ねうん、まあ民主的に決めるならいいですけど、うん、今、それを管轄する政府だったりその役職の人っていないわけですよ。 あるとき勝手に使われ始めるっていう、いね、だからそこの部分も、えー、と気をつけないと未来が終わるぞっていうようなメッセージを込めている作品のようです。なるほど。おー、ーサーサーやはり出てきましたね。はい。出てきましたよ。顔はやむ深いですね <laughs>。はい。いやー。続きまして、インフルエンス、えー、とダイアナ・ニールさんとリチャード・ポプラック監督ですね。 ちょっと怪しめなおじさんのなんだろだだ。で、これがですね、ちょっと私ももともと知らなかったんで、ご説明しちゃいますと、この左上の人、ティモシー・ベルさんっていう方なんですけれども、この人元々、もともと労働者階級の家庭に生まれた、まあ、イギリスの方なんですが、うん うんうん、この人、実はでいろいろと暗躍をしていた方で、はい、暗躍っていうのかな、もともとイギリスのサッチャー、鉄の女ですね、サッチャーを鉄の女に仕掛けた、えー、と仕掛け人だったり、<ー>はい、フィクサーみたいな、そうですね、フィクサーですね、要するに、HD、うん、の独裁者、アウグスト・ピノチェとの後継者のもとで働いたり。 フランス、アフリカ、ロシア、中東など、世界的な権力の頂点へと上り詰めていったと。で、さらに詳しく、えー、お伝えすると、えー、と98年、うん、約20年前ですね、えー、PR 会社、えー、とベルポッティンジャーという会社を設立しまして、えー、とまあ要するに、この会社はですね、えー、とまあ企業だったり、人の評判を PR する会社ですね。うんうん 広告宣伝会社みたいな。まあいわゆる独裁者、独裁主義、武器商人のために働き、まあ、うん、アラブの春、こちらの契約も取っていたと。契約あったんかい <laughs> あったんかいっていうね。<laughs> で、まあ、イラク戦争中のね、えーとまあ、プロパガンダ広告とかもたくさん行っていたと。作ってたと。はい。 5億ドル以上の収益を上げてたみたいですね、その時に、ね。<laughs> っていう彼はですね、いわゆる、あ<ー>まあ、その権力の暴走を止めるための民主主義を逆手に取ってビジネスを行っていたっていう人たちで。うん、で、彼がですね<ー>えと、2017年って書いてあるな、えっ、ー、と、南アフリカのですね、うん、まあ、犯罪ファミリーがいたんですけれども、うん その犯罪ファミリーと、うん、まあその前大統領がなんか関係があったんじゃないかっていうのを、うん、えーとアフリカの、えー、とメディアがすっぱ抜いたのかな<お>えーとそれをもとに探っていくとこのーえーとティモシー・ベルも関わってただろうみたいなのがどんどん浮き彫りになっていって<ー>まあそれを深掘りしていったっていうドキュメンタリーですねなるほどね。 なんか聞いた感じ、グレートハックのもうちょっとヤバい版みたいな。グレートハックもなかなかね、やばかったけどね。グレートハックもなかなかやばかったけど、も、いいですね、このポスターが。こここいつから影響力が。非常に、ああ、なるほどなっていう。プーティンさんいますからね。プーティンさんいますからね。そっちはもういるし。怖いな、こういう人いるんですね。はい。っていうね。 何が飛び出してくるかわからない闇深でした。はい。続きまして、ああ、よく見る顔ですね。ああ、サウザンド勝、ラモーナイス・ディアス監督です。これは、これはもう闇深いよ、すでに。闇深いでしょう。闇深いでしょう。ドゥの人は。ドゥの人ね。うん。ドゥの人はちょっと、はい。 はい、これですね、まあ、フィリピンのドゥテルテ大統領による、えーとはい、麻薬撲滅運動をどんどん取材していったお話でございます。うんまあ、タイトル「千の切り傷」っていうところなんですけれどもこの映画の主役はですね、まあ、ポスターに映っている方、えー、とこちらがですね、はい、えーとマリア・レッサさんという、はいまあ、女性記者でございましてこれがですね、えーとはい、フィリピンにある、えーとまあ、独立系の、えーとうん、メディアですね。えー、と うん、ラプラーっていう、えー、とオンラインニュースサイトがあるんですけれども、まあ、そこの、うん、えと代表の方になるのかな、えー、立ち上げた方になります、うん、で要するにですねもうあのフィリピン情勢ご存知な方は多いかと思うんですけれどもまあすごい情報統制、うん、フェイクニュースやら何やらっていうことで、まあ、真実を探るのはかなり困難うん、うん、という中で彼女はですねえー、と 誤報を論破し、えー、報道の自由と民主主義のために立ち上がると。うんまあ、その中で何度も逮捕されたり、うん、政府から、えー、と訴訟を起こされたり、はい、レイプや殺人、オフィスの爆破をほのめかす何千もの脅迫を受けていると。<laughs> すごいな、うん、確かで。それでもね、彼女は戦うんですよ。はい、で、この映画、予告編見て、おおってなったのが結構、予告編の時点でですね、もうあの、 うん、デテルテ大統領と対談してるシーンとかもあったりして。<laughs> マジで <laughs> すごいな。おマジか。これね、とても熱いと思いますよ、えー、この映画は。見てみたいですね。一応、このマリア・レッサさん、2018年の,あのタイムっていう雑誌あるじゃないですか、あのアメリカの。あれのパーソン・オブ・ザ・イヤーも受賞しているということで、かなりですね、あのあ<ー>フィリピンの希望なんですね、彼女は。なるほど。 日本じゃ全然報道されませんけどね、一応その時の人というか、<laughs> そういう、ね。うん、不自然なくらい報道されないので、ですごい、うん、怖いんですよ。<laughs> で、一応これ、インタビュー、えー、と監督にされてるやつ私見たんですけれども、うん、えーとですね、うん、今映画終わり、映画作り終わりましたけど、フィリピンどうですかって聞いたら、あの 監督はですね、悪化してますと、断言してます。うん、はい。これなんで。ごめんなさい。なんでかというとですね、あの、ドテルテ大統領はですね、うん、あの、そのフィリピン国内で最大の放送会社。A. B. S.、うん、<S C. B. N. っていうのを閉鎖したそうです。はい、これ、<え>これ、あの、アメリカで言えば。あの、C. N. N. を閉鎖したり、うん。そうですね。閉鎖して。うん。閉鎖したりするようなのと。 同じことと、うん、それをやったとビビイギリスだと BBC とかですかね、うん、そうそうそれをもう閉じますと、うん、でしかもその状態でこのパンデミックの状態になってしまいましたと外に出て抗議ができないんですよ、はい、あの感染抑止をその理由としてあの外出の禁止令とかを出したりうもうね「デュテルテさんウハウハじゃないの?」って監督は言ってますこれで。 うはうはですね、うん、でしかもあのフィリピンの方はまだ80%の方がですね、はい、無料のテレビ番組からニュースを得ているということで要するに、ね、政府が支配できるテレビ番組しか残らなくなったらもうこれは大変だねっていう内容ですこの彼女がいるラプラ自体も3年前から閉鎖させるぞっていうふうにずっと脅されてるとかそういう話もあるみたいでございます。 一番やばいですね。ちょっとね、こ,本当にこの中では本、はい、今まで <laughs> 聞いてきた中でかなり逼迫した状態の。規模がはい、でかいです。そうですね。はい。はい、続いてこちらえっ、ー、と「To See You Again」ということで、うん、えっとこれはですね、はい、えっとメキシコの映画でございます。はあ、メキシコですか。はい、メキシコです。ああ。 メキシコといえ,えばもう闇深なんですね。はい、<laughs> 闇深ゾーンでしかないですから、はい。で、うん、これはですね、えー、と主人公の、えー、と女性3人、えーと、リナさん、アンジーさん、エディスさんいるんですけれども、うん、うーんとですね、ご家族失踪しちゃうんですよね。何ででしょう。お,お薬絡みでいなくなっちゃうらしいですよ。は,はい。<laughs> あそうだね で<ー>えっとその捜索してるうちにですねなんか探してると、うん、何やらですね地方検事がその汚職検事らしくて、うん、行方不明になって殺された人の死体をひっそり共同墓地に埋めてたらしいんですよ、えー、バレないように。えー、で彼女たちにはなすすべがないってなるんですけれども彼女たちどうしたかっていうと。 自分たちで法医学の技術を学んで、うんうん、セルフ検視部隊を作るという <laughs> やばくない <laughs> マジですごいわだからポスターで彼女たち、ね、あの防護服着ながら自分たちで調べて、えー、っと身,身元不明の行方不明者を探して、えー、っと家族の元に返すという。 もうねおそらく彼女たちの家族娘さんとか亡くなってると思うんですよそうだよねそうだよねでもそんな中その使命として自分たちでやるとはいいうお話でございますすごいすごいわこれすごいみたいわ気になりますね,ねこれは。 ちょっと,ょっと言葉でないです続いて、はい、こちらもう、ね、大本命です、はい。コレクティブ、アレクサンダー・ナナウ監督です。ールーマニアの映画、まあ、この人の写真もよく覚えておいてほしいんですけれども、<ー>これコレクティブというのは、えっと、ルーマニアあったナイトクラブの名前ででして、はい えとこれがですね、えー、いつだったかな、割と直近ですね、2015年か、2015年にですね、うん、コレクティブっていうそのナイトクラブで火災が発生しました。で、まあ、ちょっと逃げ遅れた人だったりがいて、<あ>えと死,傷死者がえと何名か出て、うんまあや、命は助かったものの、まあ、やけどで入院された方とかがたくさんいたんですけれども、これがですね、うん、本来助かるはずだった火けどの患者がバタバタ倒れて死んでいくと。 これはなんじゃいと。<ー>で、まあ、監督はじめ、ジャーナリストたちが調べていったら、まあ、これはもうあらすじなんで、ちょっと冒頭なんで言っちゃいますけど、その治療する薬を勝手に希釈して使っていたと。<ー>医療スキャンダルに発展していくんですよ、この話が。なるほど。 火災の治療に当たってたその病院のスキャンダルに発展していくていはいなんですけれどもそれを調べていくと、うん、その病院にとどまる内容じゃないぞこれっていうことになっていってこれ私<え>あの知り合いでも,もうご覧になった方がいたんですけど<ー>お話聞く限りだともしかしたらこれ一番規模でかいかもしれないですね。はい <え> <laughs> ちょっっと待って今,今,今まで結構な結構な闇がありましたけれどもマジですかこれ土着性がないみたいなんですよ、うん、はいうん大変な想像ができないですね、うん、ちょっとがだから知らないで公開されるのを願った方がいいと思いますこれはコレクティブでこれもともとジャーナリストの方が病院に取材しに行った時に、はいうん、普通そんな探ってたら出てけって言われるじゃないですか うん、なんですけどまあそのもともとスポーツジャーナリストの人で聞き込みに行ったら病院の人も「あなんかサッカーとかいつもスポーツの人ねいいよ」みたいな感じで入れてあげたらしいんですけど実はそのスポーツジャーナリストの人 <laughs> 昔あのスポーツ大臣の汚職を暴いた、うん、<laughs> 超すごい腕ジャーナリストらしくて <laughs> そういう人たちとの協力もう完全なチームプレーでありとあらゆる分野から情報を得てもう。 特大スキャンダルを暴くっていうお話ですなるほどこれもう言っちゃうとおそらくアカデミー賞ノミネートされると思ってます私はほぼ間違いなくああもうああそうですか、はい、かなり有力ですあら、はい、楽しみですね見たいなじゃあお次いきますねはい次はですね「ソ孫悟ブリプレッション」ということでこれがですねチリが舞台の映画になるんですけれども ね、ちょっとすごい色味の中で帽子かぶってるおじさんが不機嫌な感じでよく分かんないですけど次進むと,、えー、とこれはですねチリのある場所に暮らしてる人々の密着取材になるんですけれどもコロニア・ディグニダットっていう場所がございます、うん、これ多分ご存知ないと思うんで、うん、私説明しちゃいます 通称ですね、ビチャバビエラと言われる場所で、えー、と名前は尊厳の遺留区、まで別名ですね、はいで。ここ実はですね、第二次世界大戦の後にですね、はい、えと元ドイツ人がコミュニティを組んでた場所でして、うん、ドイツ人はドイツ人コミュニティになってまして、<ー>この場所はですね、えー、と基本的に鉄条網で外界から 隔絶された場所で、まあ、そこではあの古きよき<ー>ドイツの、うん、伝統文化を守る服装も決められてるみたいな感じなんでしょう300人ぐらいか、1960年から80年代までの間ですね。うん、だったんですけれども、このコミュニティを率いていたのは、もともとナチスのヒトラーを崇拝していたポール・シェイファーっていう人でございます。うんうん このコロニーのフルネームがですね、えーとうん、なんだ、ディグニティ・チャリタブル・エデュケーショナル・ソサエティ、訳しますと、尊厳・慈悲および教育協会っていう、なんかもう <laughs>、<laughs> <laughs> やまめな感じのお名前なんですけれども、はい、ここで何がされてたかっていうと、まあ、人体実験。はい やら性的虐待やらあ,<ー>あとはなんか鉄条も敷いてあったのに2000年代に入って調べたらなんか地下から武器庫が出てきたよみたいなマジでなんかね自動小銃とかロケットランチャーとか出てきてねな,なぜかね戦車も出てきたらしくて戦車か <laughs> ちょっと待ってどっから運んだのっどっから運んだ すげーなうかし,でしかも何がやばいってそのチリに以前あの国家情報局 D ーナっていうまあまあまあ,あのナチスというところの SS みたいな部隊がいたんですけどそこがですねあの<ー>人体実験をするためにここの場所を借りてたみたいなあの何証拠なんかも出てきたりしてやばいんですよ<ー>要するに、はい、<laughs> っていうすごいカルトな村。 でこちらが今ですねあの、観光地になっていて、なんで当時 <laughs> 復興のために、だからもう、歴史を消そうとしているのかわかんないですけど、だから今、そこに住んでる人たちがどういう思いでここに暮らしてるのかっていうのを、うん、えと村人にインタビューみたいな映画です。なるほどね,ちょっとね。この映画自体が闇深いっていうよりか、この村の文化が、歴史が闇深いっていうので、ちょっと選びました。 選んでいただいたという。はい、ありがとうございます。はい、続いて時間がなくなってきちゃった。いはい、続いてリワインド。えっ、ー、と、サーシャ・ザセフ・ニューリンガーさん。はい、えっと、こちら、映っているのが、監督本人の幼少期の写真でございます。え、こちらがですね。えっ、ー、と、監督のお父さん。えっ、ー、と、かなりビデオ撮影大好き人間だったらしくて、うん、まあ、家の中にものすごい量のフィルムがあるんですけれども。うんうん まままあまあ、まあ、あのー、そのフィルムをですね彼が大人になってから、うん、えと見返したら、うん、んこれって、うん、虐待みたいな完的虐待みたいな映像が残っていたらしくて <laughs>、はい、まあそれお父さんじゃなくて恐<ー>らくし彼の親戚がやってたっぽいんですけど、うん、でそれを自分のトラウマと向き合うというか,か実家にあるもう何百 200時間分のホームビデオ、はい、それをですねフッテージを見て映画として構築していくというお話でございます <laughs> 大変ねでの、はい、妹さんもいるんですけど妹さんはもうあんな過去を掘り返さないでって言うんですけど、まあ、彼としての向き合い方まあその要するに 幼少期の性的虐待の訴訟をすることの難しさだったりとか、そういうところも出てくるみたいで、うんね、証拠が残ってないですからね。大体はねで。それを追っていくというお話らしいです。はい、彼はこの映画のために映画学校に出て、ちゃんと、ねうん、ノウハウを学んでい、はい、やってるみたいです。人に見せるための能力をつけてと、はい、ということですね、はい、残り2分ちょっとでラストの。 ラストになります。行、はい、きましょう。はい。ベイビー・ゴッド・ハンナ・オルソン、えー、っとこちら女性監督の映画です。うん、映像から、えー、っと画像から何も分かんないと思うんですけれども。分かんないです。うん、これ読みますね。まああのは,はい。 これはですね右側の博士、えー、とクイーンシ、はい、ー・フォーティ博士っていう方がですねも、うん、ともと不妊治療の名医として、えー、と手術を行ってきた人で、うん、まあ別の病院で全然成果の上がらなかった女性たちの駆け込み寺みたいな感じでもう何千人もの女性をは、はい、もう半世紀以上にわたって救ってきたんですけれどもある時、まあ、その不妊治療を成功して、うん、まあ無事に赤ちゃん出産,、うん、出産したお母さんがですね この子私の家系の誰にも似てないわっていう疑問を抱きましてええええやだやだやだ怖い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 ちょっと待って <laughs> で DNA 鑑定をした結果ですねフォーティエ先生の DNA が検出されまして <laughs> 最悪 <laughs> <laughs> うわこれはきついわこれ<わ>1000人以上何千人もの女性が 治療グロいな監督はですねまあそのコミュニティコミュニティというかそのフォーティー先生の手術を受けて出産してその事実を知っている方たちからインタビューをしてあそうだよね、はいまあ、もちろんそのいわゆる被害者っていう勝手に決めつけるのもあれなんですけれどもあ<ー>まあそういったところにちゃんと OK してくれる方だけ集めて取材をしたと。 これね、しかも私が今言った内容だけじゃないらしいです。さらなる闇が日本公開を待つしかないですね。<laughs> これは、はい、アメリカの HBOMAX という配信サービスでのみ、先月からね、放映されてますが、ちょっとこちらも何があったのか、いはい、気になるところです、はい。最後、やばい衝撃でしたが、はい、はい、ちょっと時間があれなので、ここで締めたいと思います。はい、はい、あ,ありがとうございました。 正月からすみませんね。<laughs> はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。皆さん、良いお年をお迎えお過ごしください。<laughs> はい、今年もよろしくお願いいたしします、はい、よろしくお願いします。<laughs>